はい、どうも大粒です。今回はニダボちゃんの初サーキットデビューということで桶川スポーツランド桶スポに来てます。今日も友達と、以前一緒に恵比寿走った友達と来てます。まあ多分前出た時よりカウルが変わってるね。これカウルが変わってます。でニダボちゃんのサーキットデビューということで、今日はもう先生の大サポートはありながらウォーマーも巻いてもらってこれから走ります。結構いっぱい来てるね。結構いるな。結構賑わってんね。天気もね晴れてね、前日雨だったんですけど、はい、桶川は、2回目です。前 VTR で来たんですけど、その時は計測器もなくてミドルコースで何秒だったのかは全く分からずっていう感じで、とりあえず上級者コースのタイムがあると思うんですけど、それをね超えれるようにちょっと走っていきたいなと。まあちょっとねこけたくないバイクなんで、こけないようにやっていきたいと思います。
本目走ったんですけど、ちょっとビビリミッターが効きすぎて、多分52秒9とかクソ遅な感じです。やばい。ちょっと今日の目標とりあえず50秒切りって感じっすね。で、走った後のタイヤはこんな感じです。ちょっと高級車すぎて倒すのがマジでやばい、ビビる。ちょっとなかなか倒せない。まだ横が余ってビビってますね、これ。ちょっとね、ふわふわする遊びが、もともと遊び多いし奥で聞くタイプだと思うんですけど、純正はそれがかなり奥で聞く感じです。手が疲れます。じゃあ、笹の方にストロークセンサーの代わりにタイラップ巻いて、結構ね、もうフルバンプしてんのかな、奥まで結構沈んじゃってます。で、ブレーキも結構引きずっちゃって、ちょっと軽く揉み出してもらったんですけど、やっぱりちょっとフィーリングがね、悪くはなってます。桶川のこのトイレやばすぎでしょ。午後1本走ったんですけど、この通り雨なのでもう帰ります。結局4本走って、最後の最後に超微更新 51.5。 いやー、現実は厳しかったな。50秒切りはいけると思ってたのに厳しいな。で、友達は何秒だっけ、49秒0。早いな、短気筒なのに早いな。っていう感じで以上です。